講師の稲口美代子です。第1回から4回最後の4セットを私担当いたします。よろしくお願いします。4回のうち1回目今日は体の腰の部分、この腰が丸かったり重かったり痛いな辛いなっていうのを少し軽くしていくようなポーズを皆さんと一緒に行っていきたいと思います。ではまずヨガはですね、体操と違うの何か知ってますか？肩がある。ハートみたいですね。正解、呼吸ですね。呼吸がストレッチと違うところかなと思うんですね。床から離れるときは息を吸うのが多いです。床に近くなるときは息をグッて止めると怪我をしやすいので、呼吸をね、鼻でも口でもいいです。続けながら止めないように行っていきましょう。では始めていきます。まずは自分の姿勢、今ヨガをする前はどんな感じか、姿勢と呼吸との体温をねチェックしてみましょう。目を閉じて、自分の体どうなってるかな、イライラしちゃってるかな、疲れちゃってるかな、いろいろあると思います。同じ姿勢を最後にとって変化を感じていきましょう。では目の前で手を一度合わせましょう。今度手を上に上げます。吸って上に上げて、伸びてから手を広げて下ろしましょう。では右手を少し遠くに置きましょう。左手を上に上げて、この膝を下ろした状態で、もう右の肘を床に下ろして天井を見て、手を遠く伸ばしましょう。これ吸って置きます。今度この手を床に置いて反対です。ぐっと右手を上に上げて、膝がね上がらないように下ろして、そして体側伸ばします。肘伸ばしますよ。そうです、天井見て、そうです、吸いながら戻します。では手を上に上げてから踏みます。そしてくるっと回して上に伸ばしましょう。伸びてから体を右側にねじって、でこの左手を右の膝に置いて吐きながら後ろに回す。吸いながら手を上に上げて、組んでくるっと回して、そして反対も行いましょう。左を抜いて右の手膝に置いて、吐く息で少しねじります。はい、吸って手を上げて、今度輪っかを作るよ。そして前に持ってきて、背中丸めて、おへそのぞき込むように、この鎖骨のここにくぼみができるぐらい、ふーっと顎を持つのは、今度お尻でしっかり床をしながら手を後ろに組みましょう。で息を吸って吐きながら肘を伸ばします。ふー、この時ね、顎が前に出ないように顎を引きながら、腕が上に上がるといいな。はい、どうしましょう。そしたら足を前に、はい、で下半身も少しほぐしてから、腰を楽にするポーズを行います。手はまず後ろに置きましょう。から指先をまずグーパーします。グーパーグーパー。そしたら外側からぐるっと足を回していきます。ぐる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 。ちょっと待って、難しそうだから片足ずつやりましょうか。左の足、手で足を持ってぐるぐる回していきましょう。左足って言ったね。そうそう、ぐるぐる回して、ボールを漕ぐようにぐるぐる回して、そうです、反対回し。あら、こんなに足首、私の足首回るのねと、大きい円を描いてください。はい、よくできました。では反対の足、ぐる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 回して、こんなに回らなかったかしら、回らなかったかしら。あの、丸い円を描けるといいですね。じゃあ今日のテーマ、腰なんでね、腰に効くポーズ行っていきます。ちょっと一回ね、このぐらい前屈ができるやってみましょう。手を上に上げて、そして遠く伸ばしながら下ろしていきましょう。ふー、どこまで手が伸びるかな。お、皆さん結構いきますね。上に伸びて相手を下ろしましょう。なかなかですね。そしたら体の神経って全部つながっているので、ここでもう痛いじゃない。これを体のその神経で、末端神経をほぐしてあげることによって、足に手が届くかもしれない。ちょっとやってみましょう。指を全部グリグリしてください。本当にね、あれ嘘ってぐらいできちゃうから。そしたら足の指、もう一回片足ずつ立ててもらって、一本一本グリグリしてあげてください。自分の足の指、こんな風に言われないと回らないんですよね、あんまりね。
反対の足も左手で指をぐりぐり一つずつぐりぐり大事にしてあげてください。ぐりぐりしてね。はい、そしたらいいですね。両足を揃えてもらってもう一回やってみましょう。両手を上に上げて伸びます。伸びて上に上に向いてから手を吐きながらふぅ。行かない。オッケー。もう一回戻ってください。では、ピースサイン作ってください。ピースサインピタッとつけて、足の親指と人差し指の間に挟みます。そしたら、親指をギュッと握ります。足閉じますか。そしたら、お尻の位置はそのままで、足のかかとだけトコトコ前に歩いていきましょう。もうお腹が腹に離れないところまで。では、顎を前に上げましょう。そして吐きながら上半身ダーンと頭を下げてください。吐く息の度に頭のてっぺんが足先の方に1ミリ1ミリ近づいていくようにイメージしましょう。はい、では一度顔を上げます。そしたら一歩前に行くかな。なかなかですね。はい、では吸って顎を上げて吐きながらもう一度体をダーンとしましょう。前屈するより前に前に。では手を上に伸ばしましょう。はい、お尻の後ろにちょっと反対の動きをしてね、バランスを取っていきます。手もお尻の後ろ遠くに置いたら足の指を伸ばします。膝も伸ばします。お尻を上げますよ。息を吸ってお尻を上げますよ。足の裏を床につけましょう。頑張って顎上げ。よくできました。そう、反対の動きをすると腰もほぐれてきます。両手を上に伸ばして、この時ね、手を組んでクンと返してもっと上に伸びていこう。そうするとお腹が引き締まって、もっともっと美しく、いいです、皆さんすごい美しい、そのままでいいですよ。はい、手を伸ばして空気のボールをこちらにして、その空気のボールを前に、足の前に置いてください。置いて置いて置いて、そしてダラーッとしましょう。はい、手を伸ばして起き上がって下ろしましょう。深呼吸します。そしたら足を伸ばして背中をついて仰向けになります。ヨガとね、ストレッチの違うところはぎゅーっと違うイベントがあるのとリラックスする、これもね、ヨガのポーズでシャバーサナっていうのを全力でリラックスする、こうすることでその後を元気に過ごすことができます。頭の中も何も考えない状態にするのがいいと言われています。さあ、そろそろ起きる時間です。両足を揃えましょう。両手を頭の上で組みます。そして手のひらをくるっと返して伸びをしましょう。伸びて伸びて全力で伸びて、ストンと力を抜きます。膝を曲げて両膝揃えて右と左に倒して腰とお尻ほぐします。ほぐれたかな。では右側に倒して膝と肘を近づけて小さくなりましょう。では床を押して、手で押して起き上がって初めの姿勢に戻りましょう。では今日は1回目から